どうも、エバスです。お願いします。お願いします。さあ、今日はジブリ興行収入ランキング。よいしょ。あの、この前前回やったじゃないですか、うん、AKB、はい、はい、AKB のトップ10。なるほどね。 MV、うん、再生数トップ10をやったんで、今回ジブリで。ああ、なるほど、前回のやつの、はい、ジブリバージョン。そうです。なるほど、ね、やります。どうですか、ジブリは。ちなみに、いや、マジで AKB ぐらいの。ああ、じゃあめっちゃいいじゃん、うん、ちょうどいいよな、うん、ムカつく。いや、ムカつく、ごめんね。いや、全然いいですけど。あ、めっちゃいいじゃない、うん、ちょうど。結構見てる、ジブリ、まあ、見てるとで言うと、まあ、正直多分答えれると思うけどな、うん、あ、いける。トップ10でしょ。はい、うん、なるほど。うん、全部答えたら1万円もらえるの。1万円もらえます。はい、そうです。で、1問失敗するごとに、はい、俺がマイナス1000円だって。1000円だったんですけど、だったんですけど、前回は、うん、今回は、うん、あの、10はジブリが全部で22作品なのね。うん、だからもう10は結構多いじゃん。うん、10、当たる10、外す10でもう20出てるわけだから、これで。うん、なんで5でいきませんか。え、マイナス2000円ってこと？そう、2000円。1回で2000円。だから5回ミスまで。え、そう、なんか、え、俺だけなんかガチ、ガチ。違う違う。俺、なんかさ、違う違う、金欲しい。前回は、うんうん、前回俺マイナス1000円でもうだいぶそのなんか、ヒントとか出しながら、うんうん、うまいことやったけど、うん、なんで俺そんな難易度高いの？じゃあ俺金取りたいわけじゃなくて。一気に2000円マイナスされるってこと？じゃあ5ぐらいにしない？ 5。いいですか？じゃあいいよ、2000円でやるよ。別に、そのなんか、ぐだぐだ言ってる。そこに絶対払えよ、お前1万円。払います、払います。そう、なんか、自分が勝つ。じゃじゃ勝つとかじゃなくて、その数で、その。持ってこうとする。ちょ、数で。絶対払えよ、じゃあ、いや、もちろん、じゃあ払います。行きましょうか。いや、正直5回もミスんないと思うけどな。AKB より簡単と。もう、なんで。なるほど。あ、なに、どう？お前的にだと。意外にむずい。と思いますね。ええー。僕はです。だから、けど俺がジブリ知識が薄いから。いいか、早くやれ！もう楽しくできないよ。どこ狙いかも言って。じゃあ、まず1位開けるわ。あ、1位開ける。はい。千と千尋の神隠し。はい、正解です。まあ、これはね、これはいいです。これはね、それはもう有名です。いや、それはそうですよ。うん。なんかもう。でも、ガンガン行っちゃっていい？あ、もちろん、もちろん。いや、最初は、それは、うん、いいよ、いいよ。どこ狙いか。天空の城ラピュタ。天空の城ラピュタ、うん、天空の城ラピュタは20位です。むずいです、正直。20位です。22作品中20位です。天空の城ラピュタは、はい、映画興行収入ランキングなので。あ、なるほどね、はい、あ、もうその、はい、金曜ロードショーとか関係ないんだ。関係ないですね、興行収入。知名度とかじゃない、マジで。はい、まあ、知名度もありますけど。どんな肩の書き方してんだよ、奇麗な。あ、ラピュタはガイです。今、はい、1ミスですね。来た来た、これは出るよ、出ちゃうよね。これは出ちゃうよ。やばい、無理かもしれない。だから、むずいですよ、これ。結構いいです。え、じゃあ、マジで金取りに来てるじゃん、お前。こいつ、やば。違う。いや、これでもちょうどぐらい、ちょうどぐらいよ。隣のトトロ。隣のトトロは、19位です。よしよしよし。だからむずいよね、ちょっとね。隣のトトロ19位です。なるほどね。はい。ちょっと昔のやつは、はい。入ってないんかもしれん。はい、いいところです。まあ、ここまでです、僕が金取る。じゃあもう、はい。入ってないんですよ。マジ2位から当ててっていい？はい、ちなみに1位、千と千尋が、304億円です。うん。うん、だいぶもう1位みたいな感じで、ね。はい、1位ですね。映画の。はい。日本の。日本のなんかの映画の1位みたいな。はい。もののけ姫、2位。もののけ姫は、3位です。あ、3位なんだ。はい、もののけ姫は入ってます。193億円です。いや、別にその、興行収入はいいわ。聞きたいでしょ、一応。そう、なんかあんま、でかすぎてわかんない。ポニョ？あら。崖の上のポニョ。崖の上のポニョは第4位です。あ、4位なんだ。はい、紅の豚。あ、ちょっと古いか。ちょっと古いね、一回一旦ステージを。おう、これ難しいかもしれませんね。これ難しいわ、多分。
2位分かった。2位なんでしょう。ハウルの動く城。ハウルの動く城。第2位です。正解です。やっぱハウルは2位なんだ。はい。見たことねえけどな。ないですね。ないよね。話もあんま聞かないしな。そうか。結構有名じゃない。名前は知ってるけど、キムタクとか、あ、そう、キムタクが出てたっていうぐらいしか、主人公の名前とか俺分からん。だから結局最近のやつなんだよ。うん、うんうんうん。だから、ね、仮暮らしのアリエッティ。仮暮らしのアリエッティ、うん、第6位です。シェー、なるほど。そこは、まあ、そうね、この4戦は俺取れると思ったけど、見えてきちゃうよね、だんだん。いや、怖え、マジで。ゲド戦記とか、うんうん、ちょっと攻めすぎか。俺ゲド戦記なんかマジ聞かねえもんな。うん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 、ね、攻めすぎ。さあどうでしょう。うん、ちょゲド戦記ぐらい一回攻めてみるか。ゲド戦記、ゲド戦記、ゲド戦記はだいぶおもんないもんな、あれな。見たことねえけど。見たことねえなら言うな。聞いたことだ、聞いたことないもん、ゲド戦記面白いって言ってる人。それは聞いたことないです。うん、それいく。ゲド戦記は第7位です。あ、入ります。ゲド戦記入るんだ。入ります。え、じゃあもう余裕じゃない。もう最近のやつ上げてきゃいいじゃん。そう、これはどうでしょうか。あ、そうじゃないんだ。さあ、わかりません。いや、お、なんだお前、なんでその隠すんだよ。隠すだろ、隠すだろ、クリスなんだから、なんで言うんだよ。思い出のマーニーみたいなあったよな。ありましたね。あれとか最近じゃなかったっけ、思い出のマーニー。はいはい、見てないか。さあどうでしょう。でもゲド戦記入ってるからな。はいはい。思い出のマーニーで。思い出のマーニーで。うん。思い出のマーニーは第13位です。入ってないんだ。入ってません。新しいです。2014年ですけど入ってません。宮崎駿が引退した後のは売れてない可能性あるな。じゃあ。宮崎駿までだろ。まあそうでしょうね、さすがに。そうですね、多分。うん、ちょっと今見てる。あと何あるんだ、マジ思い出せねえわ。思い出せないでしょ。あ、けど、うん、何今の思い出せないでしょ。どういう感情、どういう感情だったの今。ごめんなさい、すいません。思い出ポロポロとか、あんなんもやっぱ昔だもんな。入ってないか。入ってないか。いや、知りません。知りません。思い出ポロポロ入ってないか。思い出ポロポロ、どうでしょうね。昔のしかわかんねえ。平成たぬき合戦ポンポコとか。入ってないか。平成たぬき合戦ポンポコ。いやいや、入ってないです。すみません。うん、うん、うん。昔でもマイナーだもんな。平成たぬき合戦ポンポコとか。うん、てか宮崎駿でもなかったような気がするな。は違いますね。耳を澄ませば、耳をす、耳を澄ませばもう結構前。違うか。違うよな。じゃあ探り入れんないいや。違うよな。顔とか出さないです。耳を澄ませば、魔女の宅急便とかね。でも多分違うんだろうね。ハウルの動くし、うん、天空の城ラピュタが入ってないってことは、うん、魔女の宅急便も入ってないのよ。風の谷のナウシカも入ってないよな。分かってんね。答えろや、答えろや。分かってんね。探り入れてくるの何だ。上り坂を走るみたいな、なんか、ああ、なんかあったよね。ありましたね。なんだっけ、か下り坂、これを言うのはいいか。猫の恩返しじゃないですか。猫の恩返しだ。猫の恩返し。猫の恩返し、猫の恩返しは第8位。よっしゃー。これはすごい、これは確かにすごい。く、なんだっけ、く、あ、日の当たるじゃね、あ、坂道を自転車で駆け上がる。あと5、9、あっ、9、結構で2回目する。ちょっと、じゃあもういいだろ、無理。あっ、9、もうあと2個で、あ、3個で2回か。結構有利だけど、どうでしょうね。出ますかね。何ですか。風立ちぬ、風立ちぬだ、ここだろ、風立ちぬ。風立ちぬ、風立ちぬはいいですか。いいよ。第5位です。まあ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 、
まあここは出るか。こっからが難しいと思います。まあここもだいぶすごいけどね、正直。あ、そう。俺ここも出ないかな、最後まで出ないかなと思ってたから。なんて なんて聞いてねえんだよ。え、今までの傾向と対策じゃあむずい？いや、それは言えないです。それがここがむずいかどうかって、むずいかもしれないです。こいつマジで金取りに来てるわ。いや、いいだろ、そういうゲームだろ、そういうもんだろ。え、怖え、マジ。候補はなんか耳を澄ませばとか、うんうん、なんかちょい古け、多分そのハルの、ハルじゃねえわ、あの天空の城ラピュタとか、うん、トトロは多分古すぎると思うのよ。はい、80年代ですね、確かに。だか逆にこのもののけ姫ぐらいの頃、その千と千尋まで最近じゃないこの辺のやつなんかなって思うけど。ああ、なるほど。だから紅の豚とかのような気もするけど、うん、紅の豚って結構前なのかな。ちょ、耳を澄ませば、耳を澄ませば。いきますか。耳、耳を澄ませばじゃないんか、じゃないんかな。怖え、これ、これ怖いですよ。あと2回ですから。耳を澄ませば、耳を澄ませば、うん、ファイナルアンサーで。ファイナルアンサー、耳を澄ませばは第15位です。はい、15位です。1995年です。え、ちなみにもののけ姫なんだよ。もののけ姫は、もののけ姫は1997年です。うわ、え、そ、紅の豚なんだよ。紅の豚は1992年です。うわ、じゃないか。いや、あんのか。いや、どうでしょう。どうでしょう。紅の豚じゃないんか。うわ、怖え。もう8000ですからね。紅の豚、紅の豚じゃないんかな。紅の豚。え、魔女の宅急便、でもこいつむずいって言ってたもんね。だから多分魔女の宅急便とか絶対ないのよ。え、じゃあ耳を澄ませばもうねえだろ。なんで、なんで分かんなかったんだよ。でも紅の豚はむずいで入れてもいいような気するんだよな。なんかちょうどいいじゃん、紅の豚って。うんうんうん。うん、どうでしょう。紅の豚。いいんですね、紅の豚で。じゃあ紅の豚は、うん、いいですか。うん。第9位。よっしゃー。これはすごい、これはすごい。この傾向 でここ出せないもんね。よっしゃー。これはすごいです。これはすごい、ここで嬉しい。これはすごい、確かに。ここ今までの普通に考えたら別に入ってそうだけど、対策とか考えたらここ出せないよね。だからむずいって言いました、確かに。言った通りです。めっちゃ喋るじゃん。なんなんなんだお前。いや、こっち側も楽しいんでいいっしょ。ここは僕何も言いたくないな。何も言いたくない。うん、何も言いたくない。だから俺負けるからね。負けるから。何も言いたくないってどういう意味。そのなんか古いとかむずいとか。あ、ね、新しいとか。うん、だって紅の豚魔女の宅急便だったら絶対むずいなんて言うはずないのよ。うん、そうそう、この流れとかもあるからね。別に流れとか、なんか竹取物語みたいな、なんかそのかぐや姫。あ、かぐや姫の物語。いや、絶対入ってるわけない。絶対こいつに払わせてミスりたくね。新しいやつか、逆に。もう俺聞いたことない。え、聞いたことないレベル。それはないです。それはない。それはないです、さすがに。それ俺有利すぎる。それは絶対ないです。ってことは最近じゃない。で、千と千尋でもう爆跳ねし、うん、爆跳ねしてから、うん、最後の風立ちぬまででもう全部入ってんのよ。うん、てことは千と千尋より前です。そんな古畑みたいに。と、耳を澄ませばが95年。95年です。あれ、耳を澄ませばが95年ですね。トトロは、トトロは88年です。で、ラピュタはもっと前だよね。86年です、一番古っ、ラピュタ。古いです、一番最初、ラピュタが。え、じゃあ紅の豚爆跳ねしてるじゃん、ここ当時で言ったら。爆跳ねしてますね。ね、はい、してます。魔女の宅急便何年とかは教えてもらえる。どうしようかな、これ。まあいいでしょう。うん、89年です。あ、じゃあもう絶対ないわ。
いや、あんのか逆に。紅の豚入ってんだもんな。え、平成たぬき合戦ポンポコ何年？平成たぬき合戦ポンポコは、1994年です。 94です。え、ポンポコか。94です。いや、ないか、さすがに。紅の豚、あ、紅の豚の次ってことだもんな。そうですね。じゃあ多分当時で言ったら紅の豚が大ヒットだったはずなのよ、ジブリの中で。うん、だって92でここってことは一番売れてるわけじゃん。何億円？紅の豚は、54億円です。で、なんだっけ、あのトトロとかで何億？トトロ11億とかです。だからもうむちゃくちゃ売れてるじゃん、ここで。はい。だ、当時で言う千と千尋みたいなことになったわけじゃん。うんうんうん。千と千尋の次のハウルとか猫の恩返しが売れてるってことは、紅の豚の次の平成たぬき合戦ポンポコ売れてるってことだ。いいですか、ファイナルアンサー。平成たぬき合戦ポンポコ、平成たぬき合戦ポンポコは第10位です。よっしゃー。だる、言わなきゃよかったな。ね、猫のあれ、魔女の宅急便の時言わなきゃよかった、年数を。たぬき合戦出る、絶対出ないと思ったわ。絶対出ないと思った。これいいクイズだね。出てもいかないと思った、10位で。いや、出るんだね。早尾じゃないですしね、ポンポコは。いや、でもなんかね、俺結構イメージあんのよ、これ94年だから、うん、俺多分幼稚園ぐらいの時、うんうん、になんか俺、なんか結構イメージ強いんだよな、これ。だからもう正直、魔女の宅急便かなって思ったの。うん、お前が何も、うん、何も言ってなかったら。うんうん、そうだな。うん。言わなきゃよかった、89年っていうの。2000円ゲット。ああ、よかったですね、マジで。これむずいね、ここ出たのすごいわ。ということで、はい。今回僕の勝ちという。はい、そうですね、マジです。次もなんかね、なんかあれのランキングとかもいいよみたいな。ちょっとむずいね、これぐらいのやつがいいよね。そうね、これぐらいの、うん、ちょうど、うん、あったらね、ちょうどいいクイズでした。あったらなんか、町田のね、地元の掲示板、ジモティとかにね。いや、俺だってジモティ、俺の地元の掲示板じゃないですよ。に書いていただければ、はい、はい、と思います。はい、以上、ヤバスでした。ありがとうございました。